日本神奈川県横浜市瀬役五冠目町五冠目町は、神奈川県横浜市瀬役の地名。定番のない単独町名である。住居表示未実施区域。瀬役北部に位置する。北で、東京都町田市、鶴間、東で、北町、南東の道路上の一点で、上瀬谷町、南で、目黒町、西で、大和市下鶴間と隣接する。近隣に、 国道246号や国道16号などの幹線道路があり、横浜インナーパークや工場関係の施設が多く点在していたが、重工シポレックス横浜工場後に2003年、マークススプリングスができ、住宅地として生まれ変わった。2012年現在も物流関係の倉庫が多く残る。1974年8月12日設置。 町会町名地番整理事業の施行に伴い、瀬谷町の一部から新設された。江戸時代の初期に年貢の国高が五冠目と定められ、それが、あざなとなったという。昭和49年の新設の際の町名はあざなを取った。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。